アイスを食べます。もう10月になったよ。うん、おいしい。おいしいだね。だって本当に早いです。10月だって。そう、10月になったの。さっきね、今日もお洗濯干したりとかしてて、あの窓を開けてちょっと寒いくらいなの。なんかそのくらいの気温がすごいすごい好きだから。そう、昨日の写真を見て兄ちゃんになりたいって何回も思いました。だっていや、私もそう、昨日はそんなね、昨日は大分に遊びにというか、あのトリニータさんの応援しに行かせてもらったんですけど、そうなの、あの試合前なのにすごいサポーターの皆さんが、そうなの、優しくって、1時間半前くらいやったんだけど、皆さんが集まってくれてて、その中であの踊れたので、そう嬉しかったなって思います。勝ちたかったよ。だって、そう、私も試合をずっと見てて応援してたんですけど、ちょっと難しかったみたいで、でもアディショナルタイムの時にって思っちゃったんですけど、次の時にはねまた勝たせられるようなパフォーマンスだったりトークショーがねできてできるようで、私たちも頑張らないとねって話をしました。うん、ニタになりたいだって。ダメです、ニタはニタ。ずっとあの出番の前も一緒に、ちょっとが可愛くて、で、もうでもちゃんと覚えてきてるんですよ、兄さんは。あなたのタラタタラタタタタタと、すっごいね、もうだからもうずっとこうやってね反省してたの。可愛くって、もう兄さんまた一緒踊ろうねって言ったので、また兄さんと踊りたいですね。うまいかった。間違って左に回っちゃったらしい。うまいかった。でもなかなかサッカーをあんな間近で見える機会はないかな。すごくすごく、こんにちは、だってこんにちは。すごいですね。そう、すごいすごいと思って見てました。なんかいっぱいね、いや力を合わせて、これがなんか、まあ HKT26 だけじゃないからさ、私宝のリンゴ研究生っぽいと思う、すごく。曲もなんか今のあの6期生のみんなだからこそ出せるエネルギーと気持ちとが多分すごくある曲ばっかりで作られてる声だと思うから、楽曲も含めて7人だしね。そうなの、だから
私も頑張ってと思います。ちょっと内容薄いかもだけど、おーあれおー、みのちゃんはなんで冷凍したいですかって。私はやったことあるけど、あの君と僕の関係したい。好きになるといてもたってもいらないか、誰かの言葉あてないが僕が必要なんだ。ちっちゃちっちゃちっちゃカフェテラスに突然呼び出され、話は聞いてよってさっき君が言ってたくせに、だから今日研究生講演の時間の時はねショールームしない方がいいかなと思ってこんな時間にしてます。多分次5時からでしょ、かぶさない方がいいかもと思って。国旗生のノーパラを思い出しますだって。確かに国旗生のノーパラもすごいすごいがむしゃらになってたけど、なんかもう懐かしいですね。はぁ、あくびしちゃった。昨日はありがとうだって。あ、そうだ、亀子さんもいあ、タワーが来てる。えハリーさん、ありがたまです、ありがとう。ハリーさんがタワーをくれました。あれ織姫タワー、これあれ織姫はもう終わったよね。ありがとう。新年じゃないや、新しい月一発目はハリーさんからのタワーで今月はスタートします。ありがとう。もう10月よだって。先月はあんまりショールームできなかったから、まあ、今月はあんまり公演もないのでいっぱいショールームできたらいいなって思います、うん、福田オットセイありがとう、コウヘイ、ニシプーもありがとう、クーも、ノブローも、ナナちゃんも、エミジーも、オカモも、クーも、アイディパパも、ドマさんも、ヤスさんも、ヒニも、オカモ、白身フライ、山松さん、橋むっち、長崎の田中家さん、結城山さん、ウィンパディさん、イニ、窓上さん、ゆうきさん、最強さん、ありがとうございます。山松さんもありがとう、リトゥーもありがとう、エミジーもありがとう、ナナちゃんありがとう。今の、あ、昨日の衣装に髪色がドンピシャでしただって。そう、トリニータの色が青なのでトリニータカラーに合わせた衣装でした。そうで、髪の毛はめっちゃ真っ赤だからプリテールにしようと思ったんだけど、もうやめようと思っておろしのやつにしました。髪も明るいからね。美味しいスタグロは食べれましたかだって。ね、昨日はねニータン焼きをいただいたので、ニータン焼きとあと揚げとあと私はあの焼きそばが絶対食べたいって言って焼きそばをパフォーマンス終わりに買いに行って、あとレモン
あれレモンハイ、私レモンサワーだと思って買ったらレモンハイボールだったんですけど、レモンハイボールもいただいて、いろいろ食べたんだよね。大人で食べたいっけ、めっちゃいろいろ食べました。何食べたっけ。あと私がね個人的に一番好きだったのポテトとかもめっちゃ美味しかったんですけど、私は煮た焼き好きだったな。焼きそば食べたい。だってあのひた焼きそばの満天堂っていうの、あれがめちゃくちゃ美味しくて、あそこの焼きそば屋さんが前回も食べたの、先週だから20回連続あそこの焼きそば食べたんだけど、もうめっちゃ美味しくて、もう美味しかったです。最高に今週も食べれました。そうなの。であと唐揚げがやっぱ出来たて美味しいですね。ね、食べました。最高です。兄ちゃんとの写真にほっこりしたよ。だって亀子さんが昨日は OK な現場だったので、亀子さんがパシャパシャパシャと、もうねいっぱいいい写真があるんです。だからストーリーにちょっと載せたの見ました。ストーリー、インスタのストーリーにちょっとぴょんぴょんぴょんと載せたんですけど、見ましたかね、昨日のパフォーマンスの写真をね。なんか飛ぶ系のさ曲が多かったからさ、の可愛く撮れてるかなって心配だったんですけど、なんか笑顔で可愛い写真がいっぱいあったので、みんなさすがですと思って。あとはなんかそう、トリニータの女の子のファンの方から、トリニータサポーターさんか、サポーターさんの方から結構フォローが来たりとか、 DM 見てたら DM で連絡してくださったりとか、そういう方がいらっしゃったので嬉しかったですね、やっぱり。すごいね、好きな写真がいっぱいあるんですけど、なんか私ね、踊るときにねスカートをねふわっとしながら踊るのが得意なんですよ。まあちょっとだけね、ちょっとだけ得意なんだけどね、そういうねふわっと相性が、かわいい。これリッチーというねキャラクターと一緒に歌ったんですよ。お二人を真ん中に呼び込むっていう、そう全然大丈夫なんだけど、したらすごくリッチーがごめんねみたいな、もう最後バイバイする時ずっとごめんねみたいなずっといてくるの、もう可愛くって、もう全然いいのにとか思って、めっちゃ可愛かった。だから最後ねこうやってくれたんですね、ポンポンされて、もうなんかもう私久々に胸キュンだった。よく恋愛映画とかであるじゃん、そういうの。久々にリッチーにさポンポンされてさ胸キュンだったんだけど。1240日おめでとうだって、ありがとう。そうなの、これでも可愛くて、おーあれを置いた鳥に倒おー
今日はみんな何するんですか？あれを達さん投げてくれた。置いた鳥にだお。しかもすごい。おあれを置いた鳥にだお。でででじゃん。久々にミラーボール見た。今月はなんか時間を見つけて歌う配信したいですね。ねえ、今月あるか。カラオケに行きたいです。だっていいよん。カラオケ配信見たいでしょ。多分いつからやってないかな。一回お家でやった時あったよね。私なんか記念日だった気がする。こんにちは。あ、みちゆきさんありがとう。あさかさんありがとう。ロブリーもありがとう。くんもありがとう。なるちゃんもしばっちありがとう。ロブリンもん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 。ロブリンありがとう。13位13位じゃなかった、間違え終わらせちゃった。ジャンさん、なるちゃん、かわいいありがとう。くんもありがとう。1週間前くらいに人からに行きました。だってえ、私人からカラオケにもういつから行ってないってくらい行ってないの。あんまり歌う曲がなくてね。イベントが盛りだくさんなのでおしゃべり会をしたいです。だって本当にそう、最近はいろんなイベントを出してもらうからありがたいですね。早くおしゃべり会が、もう10月になってからお話し会をしてないわけだから、もうたまりにたまってますよね、話したいことが。事務所ですか？だって自宅でございます。6時4時くらいまでショールームして、夜ご飯のお買い物、今日はねせっかくだから時間があるのでね、あのあれをしようかなと思って、あのロールキャベツを作ってみようかなと思って、そう、そういうものが食べたくて、あのちょっとキャベツを買いにスーパーへレッツラレッツラしないとと思って。上手にできるかなって思ってるんですけどね。できるかな。で6期生の公演を見ながらね、そう応援しながら作ろうかなと思ってるので、4時くらいまでして、なんかインスタで出てきてロールキャベツが、うわ私めっちゃ食べたいと思って、なかなかロールキャベツってお店行っても出てこないじゃないですか。あ、じゃあ作ってみようかなとかも。えらい、今ってキャベツ高いのかね。高かったら嫌なんですけど、なんか今日ずっとお腹が空いちゃう。
最近髪染めちゃってからさ、メイクのさなんか色とかがちょっと変わっちゃってさ、そうなの。なんか今日はコメント欄が静かだね。みんな忙しいのかな、この時間は。みんな忙しいのか。まあ日曜日だからお出かけに行ってるのかもね。いいね、お出かけ。めっちゃ暇です。で暇人いた。私も暇人。そう、暇人だからこんな時間にショールーム始めちゃったよ。始めちゃったよ。新しい iPhone 買ったの？高くない？今 iPhone ね、めちゃんこ高いんですよね今。うん、私も買い替えようかなとか思ったんだけど高すぎてちょっとびっくりびっくり。もうちょっと様子見です。私も暇人だって。私も暇人。最近さ、なんか昨日質問返しをインスタでしてたらさ、いのちゃんのメイクを教えてくださいみたいな方がいたから、やりたいよね。なんか画像とかにまとめるのがめっちゃ苦手でさ、そう、なんかショールームとかでさ口頭で説明しちゃいたいタイプだからさ、そう、でもやりたいよね。なんか頑張って画像編集とかやってみようかな。すごい、ジョイフルで友達と配信見てますのって。それめっちゃ恥ずかしいめちゃめちゃ、なんか私誰かと一緒にショールーム見られるのめっちゃ恥ずかしい。変なこと今日話してないかな。昨日ゴール裏の仲間の中でイノちゃん、レアちゃん可愛いって話になってました。もうね、イノちゃんが可愛いっていっぱいの人に知らせといてください。頼みました。あつろさんっていうの？あの2番、ありがとう。お仕事でお昼ご飯中ですだって。いっぱい食べなされ。はい、食べなさい。その辺にあったリップを買ってね、塗っていてあった。これかわいいかも。そう、なんかさ、リップ、私めっちゃピンクっぽいリップ使ってたんだけど、この色だったらあんまり似合わなくて。え、きりみちゃんのアイコン使ってる、すごい、上田さん。きりみちゃんのショールームのアイコンなんてあるんだ。私も
ショールーム4時までね。ハリーさんありがとう。ロガちゃんもお疲れ。ソウさんありがとう。レイヤさん、ドマさん、虹色短編魔法あなたに学ぶだって。学ぶって名前になったん。首長ありがとうございます。ありがとうございます。ヤスさんブラボーありがとう。ネイルかわいいでしょ。変えちった。おーあれおー恋たどりにさおこんにちはだって。こんにちは。昨日祭りに行って大きいリンゴ飴買ったんだ。だってかわいい。なんか自慢された。かわいい。美味しかった。いいねお祭り。なんかリンゴ飴買うとこ買う。私焼きそばとかさ、もうそう焼き鳥とかさ、なんかそういうなんかジャガバターみたいな、もうそういうジャンクなものしかさ食べないからさ、かわいい。リンゴ飴とか、なんかチョコバナナとか、そのわたあめみたいなやつとかめっちゃ食べたい。本当はかわ、そういうもの、そういうもの食べたい。なんかそれ食べる食べるみたいな感じでいいけど、なんかそういうジャンキーなものばっか食べちゃう、お祭り行くと。リンゴ飴とか、なんか何、あチョコ、なんだろう、最近なんだろうね、お祭り行ったら。もなんかそういうもんあんじゃん、なんかなんとかみたいな。かわいいさ、なんか吐くみたいな食べるもの、なんかともえいって食べるものの方が私は屋台で好きだから、うん、かわいい。それを私に教えてくれるのもかわいい、好きです。あベビーカ、私あんまりベビーカステラ食べなくて、でもいつも美味しそうだな、形もかわいいからさ、美味しそうだなってめっちゃ思うんだけど、あんま食べないのでね。iPhone 届いたーだっていいな。最近 iPhone 横に並べただけでさ、もうデータ転送できるのすごくない？ねえすごいよね、データがすぐにさ。あの昔はすごい機種変って大変だったんだけどさ、ただ横に並べておいただけですごい、もうあれだもんね、すぐできちゃう。天才。
シュウさんありがとう。レイさんありがとうございます。そんな私がいつか本当になること信じてる。トゥ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 ルトゥトゥルトゥ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 。こんにちはだって。こんにちは。私今日何時から配信始めたんだ。何時から配信始めたんだろう。もう4時になっちゃった。また夜できそうだったら夜しますね。夜できそうだったらまた夜します。今ね、研究成功やったら時間はしないかな。なんていうの、初日なのでね。ハリー、かわいいだって。最近いつもかわいいって言ってくれる、ありがとう。リキーもスマホがとろいと、白身フライもありがとう。シューもありがとう。では夕方の配信はこんなもんで終わりにしたいと思います。はい、13位がしむち、12位がリトゥーさん、11位がニチプー、10位がエリューパパ、9位がオカモ、8位がエミジー、7位がミチユキ6位がノブリン、5位がイニ、4位がトマさん、3位がヤスさん、3位が2位がやー、福田オットセイ、1位がハリーさんでした。リーナのことをずっと考えているありがとう。今日はね、字が上手な日でした。めっちゃほら見て、スクショ撮れた。リイさんありがとう。大好き。私も大好き。ありがとう。最近はすごくすごくいっぱい褒めてくれるので、私も頑張れてます。ありがとうありがとうございました。はい、ではでは、みんなまたね。よいしょ、またねー。ありがとうございました。いつかきっとってってて、バイバイだって。バイバイ。切ります。バイバーイ。